どうもこんばんは、エネムです。さあ今回は復刻したイベント暴虐の異端児、上級の、クリア動画攻略動画をやっていこうかと思います。まあ結局、今回もひなみサンドでやっていくんですけど、前回と違うところは、前回のデラックスグールガチャで、ね、当てたおひなさまのひなみを、パーティーの中に入れてるってところですね。まあ普通に強いですね。多分どうなんだろうな、本ひなとどっちが強いんだろうな。俺的にはおひな様の方がなんか汎用性っていうか、なんか需要はあるような気もするんですが、まあとりあえずやっていきましょう。普通に余裕でしたね。このイベントが来たのが確か去年だったような気がするんで、その頃まだグルから始めてね、時間っていうか間が経ってなくて、全然キャラがいなくて、ね、クリアできなかったんで、ジェイソン持ってないんですけど、さっき乱入2回ほどやったんでね、やっと取れましたね。本当にもう超適当に、なんかそんな考えなくても適当に突っ込んでいくだけで勝てちゃうようなイベントですね。まあ多分 UR 持ってたら余裕なんだろうな。ああ、ミサか、すごいネタにされてるんだけどな、ツイッター上では。まあね、時々思うのがね、なんか Twitter とか TL タグ TL とか見てて思うのが、あんまネタバレになるような画像使わない方がいいんじゃないかなと思う。まあそれなら Twitter 見るなって話なんだけど、まあ、何日も経ってるし週刊誌で出て、でもね、あんま最新のものを使ってる時がチラチラあるんでね、使わない方がいいかもしれない。そんなあれでしょ、単行本派の人もいると思うしね。あ、一発死んじゃったわ。っていうか今日帰ってきてツイッター開いたらさ、ミラクルジャンプだったっけな、向こうのジャンプの方読んでないから分かんないんだけど、そっちの方に東京グールのさ、実写化の話題っていうか、多分関東カラーかなんかになってたんだよね、東京グールが。それで最新情報みたいな、また前出しの情報でさ、オールのさ UR がさ関東に乗ってたけど、今度のレイドイベントで来んのかね、やっぱあれは。楽しみですね。ああ、乱入じゃねえのか。なかなか乱入来ないですね、やっぱりサソリが落ちちゃう時がいっぱいあるんですけど。乱入もまだ2回目かな、これ多分15回目ぐらいじゃないかな。強まだスキル打ってねえぞ。どうしよっかな、滝沢。あー、これやっぱいっちゃうよね、これだとしゃーなし。こっからいけるんじゃない、滝沢までいけるんじゃない。お、いけた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 。アモン死ね。あー、ひなみサンド強えな。しかし行こう、ほんとはおひなさん、ひなみの本領を見せたかったんです。いかんせん覚醒とかさしてないんでね。ほい、あー、倒せなかったか。スキル打ってないよね、全然スキル打たなくても勝てるんだけど、ここでいけるか。ああ、無理か。またこのクソ微妙なとこ、ここで店長に当てつつ壁に当てるみたいな感じは無理かな。無理か、しゃあない、ここしかないか。アモンがさ、最後のさ安定戦でさ、
アキラに設計してもらったクイーンケットあれ道島だっけ道島海だっけわかんないんだよ全然覚えてない。クリアっすね。まあ乱入が来たらあでも乱入が来ても同じか。乱入が来たらねなんかひなみのスキルぶっぱで倒せるんですけど普通にあれねおひな様の方のエンハンスを打った後にひなみ本ひなの固定ダメっていうか範囲ダメージを打てばね余裕で倒せるんですけど、というわけで忘却の異端児超級でした。まあひなみサンド、まあ、中別におひな様ひなみ入れなくてもね適当にアンテイクの誰か入れてあげるだけでも安定すると思うんで、もしひなみ持ってる方はねひなみサンド試してみてはいかがでしょうか。まあ多分ひなみサンドどこでもいけると思う正直あんだけ HP があれば、というわけでねオールの情報も出たし、これからますますレイドイベントどうなるのか分かんない。もしかしたらレイドがそのフレンドと行くみたいな形だったらそのなんて言うんだろうツイッターとかで募集かけれるんだったらかけたいしもしかしたらツイッターのフォロワーとかのねフレンドを増やすかもしれない。まあそれはレイドイベントの詳細によりけりなんだけどね。というわけで今回は、忘却の異端児でした。お疲れ様でした。また次回実況でお会いしましょう。次回は多分レイドイベントかな火曜日のレイドイベントの動画を上げると思います。ではまた次回の動画でお会いしましょう。